皆さん、こんばんは。本日はようこそお越しくださいました。そしてアムステルダム広場にお集まりいただきましてありがとうございます。皆さん、ハウステンボスで素敵な思い出の数々をお作りいただけていますか。さて、今から始まるのはここに訪れた皆さんと共にゴスペルミュージックでクリスマスを祝おうというセレモニーです。今宵、家族、友人、恋人はもちろん、この広場を訪れた全ての人が一つになって聖なる夜を祝おうではありませんか。ほら、このセレモニーに花を添える素敵な歌声が聞こえてきましたよ。心震わせるような歌声感じていただけていますか。続いては皆さんにも耳なじみのあるクリスマスソングをメドレーでお届けします。さあ、今宵はここにいる全ての皆さんで楽しみましょう。知っている音楽があればぜひ口ずさんでみてください。もちろんハミングでも結構ですよ。手拍子でのご参加も大歓迎です。それでは参りましょう。クリスマスメドレI'm not afraid of the dark.
用して表現してみませんか。まずはこんな感じで。これは簡単。練習してみましょう。さあ心躍らせて全員でいきますよ。せーの。次のリズムはこちら。さあ今度は皆さんの番です。全員でいきますよ。いきますよ。やってみましょう。せーの。一回差が上がってきました。次のリズム難しくなります。みんなお手本よろしく。これは難しい。でも楽しくなれば問題ありません。ぜひ挑戦してみてください。せーの。これを歌に合わせるともっと楽しくなりますよ。では今の3種類の手拍子を音楽に合わせてやってみましょう。迎えてもイエス・キリストが洗礼を受けたとされる日までクリスマスを祝います。皆さんはご存知でしたか。なぜクリスマスツリーにもみの木が使われるようになったか。これには諸説あるようです。当時のお祭りに神様への贈り物にしたという説や、常に緑の葉をつけるもみの木は絶えることのない永遠の命の象徴とされていたからなど、それぞれの思いや願いが込められていたと言われています。それでは聖なる夜を祝い、皆さんの思いや願いを浮かべながらお聴きください。日本語タイトルではもみの木として親しまれています。オークリスマスツリー。オークリスマスツリー。
作りましょう。ここにいる皆さんはこの時間ここ以外の場所にいることもできました。でも今宵私たちと一緒に同じ夜空を見上げ同じ時間を過ごすことを選んでくださいました。この出会いに感謝してありがとう。ありがとう。さあ最後の曲盛り上がっていきましょう。